はい、こんばんはです。さあ、いよいよ今日はね、水曜日、実はこれグルザイマッチ200水曜どうでしょうって、あの YouTube ライブ終わったすぐ後なんですけど、まあもっと早くから打ちなさいよって話なんですが、慌てて動画を取り出しました。水木金土あと4日ねありますんでね、まあ今日は水曜日ももう終わりますが、ちょっとあがいてみたいと思います。ということで今日は一周回ってみたいと思います。でね、なんだ、今大会案内って名前になったの、さしてきましたね。来てない方は大問題ですからね、まだね。で、私一応ブルーズアイスタートということなんで、今日からブルーズアイから一周回りたいと思います。で、本大会の時、基本的には会場内では球を、ね、抜いといてくださいって書いてありますね。まあ、抜き打ちチェックするようなことはないんでね、APS-3 とか一発残っちゃったりとかの、あとグランドマスターなんか使ってる方はね、2発だったり5発だったり残っちゃうことあると思うんですけど、そこら辺はあんまり気にしないで、とにかく重厚カバーをするのを忘れないようにしてね。で、球はね、入れといてくださいという、試合のそのシャザー入るまでに入れといてくださいということだから、椅子で待ち番の時にね、基本的には入れる感じになるのかな。そんな感じで本大会行くと思います。で、ブルーズアイ、グランドマスター使ってる方はね、まあ、APS-1、あれだ、銃剣ね、銃剣協会さんの BB 弾使うんで、BB 弾抜いといてくださいね。入れちゃって銃剣行くとね、全部撃たなきゃなんなくなっちゃうと思うんで、もったいないんでね、そこら辺は注意してください。じゃあ行きましょう。重厚カバーを外して、サイティング練習。はい、終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちくださいということで、では行ってみましょう。ブルーズアイナイスターゲット、スタンバイレディーゴー。鼻歌とかね、歌わないようにね、大会中ね。まあ、小さかったら許されるのかな。5発終了しました。で、ブルーズアイは、第1ターン第2ターンあって、まあ簡単に言っちゃうとね、ターゲットの後半からで人が入るんでね、セーフティーと重厚カバー、これは必ず必須ってことですね。で、本大会だと、ジャッジの方が持ってきてもらって、ターゲット見るもよし見ないもよし選べるんですけど、今日私一人でやってるんでちょっと見ていきます。おお、あ、1個お手んだ、1個お手いってる。はい、終了ですね。で、2回目の時のブルーズアイ2回目の時の球の入れるタイミングですけど、ジャッジの方はね、ターゲット交換してる時にもう球入れちゃって構いませんので、ね、重厚カバーしてますんでね、その球入れちゃってください。では重厚カバーを外して、じゃあ2回目はサイティング練習なんでね、スタンバイ姿勢ということになりますね。では2回目いってみましょう。スタンバイレディーゴー。
ょうか。じゃあこれで5発終わりましたのでセーフティーを買って自動化を押します。ではちょっとターゲットを回収していきますね。30秒前で。激しいね。さあ1、2、3、4、5、ボール受けなかったかな。あれボールペンが、はい、終了ですね。まあこんな感じでした。5点がね1個あるんでね、で80ここに2つ8点があって1個8点だから8点が3つということで89の 1234X でしたね。89の 4X。では続いてプレートに行きます。はい、ではプレートでーす。今ね、うちプレートはロック付きの高いやつ使ってます。練習で。でね、今これね、某王さんが作ってくれたやつなんですけど、これでスイッチを入れて、試合形式モード。試合形式モードってやつにするとね、試合形式モードにしてからスイッチ入れるんだ。試合形式モード、はい、そうそうね、試合形式と一緒のような感じで有効カバーを外してください。こんな感じで始まっていきます。セーフティーをかけた状態で最初のターゲットに対して一度だけサイティング練習を行ってください。よいしょ。よいしょ。スタンバイ姿勢でお待ちください。そうするとね、競技始まりますね。プレート競技を開始します。プレートスタンバイレディー。もういいな。プレートスタンバイレディゾンビですね。いわゆる当たって戻ってきたやつ、あれはヒットになりますんでね。ということで下段はクリア。競技を再開します。プレートスタンバイレディー。早くなるね、動画撮ると打つのが。プレートスタンバイレディー。またヒットですね。
戻ってきちゃったんでね。でもね、あの協会さんのやつでだいぶ対策されてて逆に難しくなっちゃってるんだけど。プレートスタンバイレディー。当たったな。プレートスタンバイレディー。いいんですよ。お、ぼやけてる。たまにぼやけんだよね。なんですかね、これね。戻った。競技を再開します。プレートスタンバイ。レディー。お、戻ったね。プレートスタンバイレディー。あの文字で当たりました今。さあラスト。プレートスタンバイレディー。はい、セーフティーをかけ重厚カバーをつけてください、はい、な感じでね。ジャッジとスコア確認をしてから退出してください、はい、ということで12枚でしたね。48点で、これね、起こす、この今度こっちのボタンで起こすってあるんで、起こすボタンを押してもらうと、このまま試合形式モード、はい、置きます。重厚カバーを外してください。で、あと練習なんかだとですね、セーフティーをかけた状態で一回消してよ。この10秒ごとこれにしてスイッチオンにすると10秒間隔モード、はい、10秒ごとにプレートスタンバイレディっていうのがコールがかかります。プレートスタンバイレディ、はい、こんな感じでね。で、また行って今度ボタン連動モード、この真ん中にしとくとね、ボタン連動モードってやつで、ボタン連動モード、これはあの例えばあの人とね打った時にあのやってもらう時ね、ちょっと 赤いボタン押すとプレートスタンバイ言いますんで、レディー、はい、試合の時なんかでねよく使うんですね。という感じでこんな感じになってますんでね、皆さんあのご自由に使ってください。ということでプレートは12枚、48点でしたね。はい、では最後シルエットですね。どういう点数状況で迎えているんでしょうか。今のところ今日はブルゼイが89、プレート48ということで137ですか。ですので、マネージャーしても残念ながら180台いかない。なんとか170点台で終わってくれたら嬉しいですね。じゃあ行ってみましょう。はい、では重厚カバーを外します。で、サイティング練習ね。最初に狙うターゲットに対して1回のミットになってますね。プレートもそうなんですけどね。で、トリガーには指をかけずにセーフティーをかけたままになっております。最近この文言をね、言ったり言わなかったりするんで、大会当日はどっちになるのか分かりません。ただ、要はスタンバイレディーゴーという鍵声が鳴ったら、
始めるということですね。で、サイティング練習はあくまでもトリガーにアイブをかけずにセーフティーかけたものということになってます。では行きましょう。シルエット競技、スタンディング、スタンバイ、レディー、ゴー。ちょっとワン外すんだよな。私はいつも8メートルから打ってますね。で、8、9、10といきます。どっから打ってもいいんでね。しちゃう人もいるんで、ライン踏まないように気をつけてくださいね。踏まないとか超えないようにね。ああ、油断したというか勢いつけすぎた。あるんだよな。はい、終わったら製品外で15番ですね。こんぐらい当たってればね、文句はないですよ。さて、ピンはどうやって振ろうか。その違い三脚にするんですけど、このまま振ってみようか。これ低くすっていけんのかな。よっ、はい、終了ですね。こういう感じでいけるんだろうか。ちょっと子供を行ってみましょうか。どうだろう、首回んないからな。そっちまで見えないけど。タイマーこれ、うん、おっと、よっ、映ってますか。映りそうですね。よっ、ああ、大丈夫そうだね。じゃあこのまま行ってみましょう。はい、では重厚カバーを外して苦しいサイティング練習ですね。上は18点、さあ下は何点取れるでしょうか。20点いきたいですが、あー、ちょっとぼやけるな。はい、ではスタンバイ姿勢のお知らせくださいということで行ってみましょう。2分間で終わります。スタンバイ、レディー、ゴー。あ、2発いっちゃった。こんなの本大会で起きたら冷静にできてきっかな。よいしょ、別にシルエットどっから出てもどこ狙ってもいいですね。この下か。
いい感じ。終了。セーフティーを上げて重量交換をします。よいしょ、はい、はい、終了ですね。さあ、ということで今日の結果はよっと。で、本大会はね、今年もあるんでね、多分サインするんですよ、自分の点数に。これがね、サインするときね、震えるんだよね。ちょっとうまく書けないんだよね。もともと字汚いけど。さあ、何点だったでしょうか。70、84、173かな、の 4X ってことになるのかな。12、4、16、27、マイナス、そうですね。はい、こんな感じでした。ということで、ここのレンジ無料開放やってますんで、木金土日曜の午後から打つ人なんかね、日曜の午前中に来ても大丈夫ですからね。はい、そんな感じで、よかったらうちに来てください。ということで、ちょっと一周待ってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。あと3日間粘りましょう。